紙でヘビを作るには、紙皿の持ち上がった端の部分を切り取り、残った部分の紙皿を好きなように色付けします。次に紙皿の裏に幅1.5センチ、メートル程度の渦巻きを描き、外側から中心に向けて渦巻きを切り進めます。そして、頭部の表側に目を描くか、工作用の動く目玉を貼り付けましょう。 最後に赤い紙で2.5。センチメートルから5。センチメートルの細長い長方形を切ってから、片方の端に v 字の切り込みを入れた。またに分かれた舌を作ります。頭部を持ち上げ、裏側に作った舌を貼り付けましょう。